ブルーのラッパディアは、ドイツ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。元ドイツ代表。ポジションはフォワード。クラブ1984年、SV ・ダルムシュタット98にてキャリアをスタート。ハンブルガー SV を経て1989年に、カイザースラウテルンへ移籍すると1990から91シーズンには、ブンデスリーガ優勝に貢献した。翌シーズンに、 バイエルンミュンヘンへと移籍し、1993から94シーズンにリーグ優勝。以降も、スークラブに移籍し、1998から99シーズンのアルミニア・ビー・レフェルト在籍時には2部リーグながら33試合28得点を上げるなどコンスタントに成績を残した。1部リーグで103得点、2部リーグで101得点。 ブンデスリーガの一部二部両方で100ゴール挙げた唯一の選手である。2002から03シーズンを最後に引退。代表代表レベルでは1987年に U-21 西ドイツ代表に選出され、同年8月11日に行われた U-21 フランス代表戦でデビューすると、合計6試合に出場し3得点を記録した。 ドイツ代表としては1992年12月20日に行われたウルグアイ代表との国際親善試合でデビュー。1995年8月23日に行われたベルギー代表との国際親善試合でも代表に選出され国際 A マッチに試合出場を記録した。指導者としては2007年から2部リーグの SPVGG グロイターフィールドを指揮し6位。 2008年7月からは、レバー空前の監督に2年契約で就任。しかし1年で解任され、2009から10シーズンに、ハンブルガーエース V の監督に就任。2010年4月成績不振のため解任。2010年12月、シュトットガルトの監督に就任した。2013年8月、2013から14シーズン。 開幕後4連敗を喫したことなど、成績不振のため解任された。2015年4月15日、2009から10シーズンに、指揮を取ったハンブルガー SV の監督に就任した。2016年9月25日、成績不振の責任を問われ解任された。2018年2月20日、VFL ボルフスブルクの監督に就任した。クラブ、ありがとうございます。